佐伯宗義2月28日から1981年8月4日は、日本の政治家、実業家。衆議院議員、富山地方鉄道創業者、立山黒部観光創業者。経済学博士、13位、君に等、富山市名誉市民、立山町名誉町民。1894年2月28日、富山県立山村足倉寺に生まれる。 代々小山神社の神官を務める家柄であった。1924年に、新立起動の再建に携わることとなり、専務に就任。1930年に、富山電気鉄道を設立し、代表取締役専務に就任。富山県一市街化をスローガンとして、戦前戦後を通じ、国鉄を除く生活交通を主力として、県内交通の整備と充実に注力した。 1943年1月1日、陸上交通事業調整法に基づいて、富山電気鉄道を中心に、富山県内のすべての市営、公営の鉄軌道、バス会社を合併、社名を、富山地方鉄道と解消した。1964年に、立山黒部観光を設立し、社長に就任。立山黒部アルペンルートを完成させる。 1947年の総選挙に、富山一区から民主党に立候補して初当選。衆議院議員を発揮務めた。この間、衆議院経済安定委員長を歴任した。1952年の特別国会では、改新党から副議長選挙に立候補して、決選投票で自由党の岩本信幸に敗れている。自由民主党では、松村、三木派に所属していたが、 1964年の池田、早戸首相の後継争いで、三木武夫と松村健三が他元を分かったことをきっかけに、古い記述、竹山雄太郎、笹山茂太郎、川崎秀治と共に松村派の結成に参加した。1981年8月4日、旧国立病院医療センターにて死去。当選8回であるが、大臣は、 愚か政務次官の経験すらなかった。晩年、東京の自宅を中曽根康弘に貸そうとしたが、方位が良くないという理由で断られた。ありがとうございます。